はい、始まりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。 MGMA 3回戦ということで、はい、3回戦、はい、やっていきましょう。はい、はい、順調ですね。そうですね、うん、まあこのこの日の、まあ、ロイヤルヒルの、はい、まあ、優勝した動画、うん、でも、まあ、言ってたんですけど、うん、結構練習を増やしてるというか、まあ、増やせれてるので、はいはいはい、練習を結構やってるので、うん、今大会はちょっと意気込みを、あれしながら挑んでました。なるほど、はい、まあ、確かに見ていて、うん、ちょっと安心感、うん、ある MJ がまた出てきましたね。そうですね、はい、ほんま練習に出ちゃうんでちょっとめちゃめちゃ出ちゃう、すぐサボっちゃうタイプ。出すぎ。いや、そうなんですよ、ほんまに。そんな出るまあでもね、そら練習あるのにですか、なんか打てなくなるとかっていうよりも、僕体動かんくなるんですよ。はいはいはい、はい、動きが完全に悪くなってしまうと、そこでやっぱ感じますよ、うん、なんか僕サーバンドボレーになったじゃないですか、はい、でちょっとラリー結構しなあかんなと思って、はいはい、最近ちょっとラリー練習やってる、はい、なんでなんかちょっとストロークちょっとまたやりみたいな。なんかちょっと違う戦い方をまたしてみようかな。ああ、なるほど。ストロークもやっぱできるよね。はいはい、そらまだ諦めてませんが、ね、はい、うん、確かにちょっとラリー練習っていうものをサボってた気がする、はい、うん、まあまあなので結構皆さんラリー大事、この前ラリーバーンってやって、はい、なんかちょっとそのあと言っても練習みたいな人に試合とかするじゃないですか、はい、これ結構ラリーできるようになるんですよ、うん、やっぱりもう20分30分ラリーしただけで、うん、やっぱ感覚つかめるんで、うんうん、やっぱりラリー練習が嫌いって人多いじゃないですか、うん、結構大事ですよ。そうですね、やっぱり大事ですね、基礎の球出しも大事だと思うんですけど、うん、展開練習とかも、うん、ラリー練習っていうのもやっぱりその、まあ、ラリーその前に見捨てたら意味ないですから。そうそうそう、まず展開する前に、うんうん、なんかこうリズムをつかめるようになると思うんで、やっぱこうレッスンとかでも結構言うんですけど、うん、その形式練習、あと動きの練習とか、うん、こういう時はこうしましょうとか、このポジション取りましょうとか、めちゃくちゃ大事ですよ。うん、大事なんですけど、それと並行して、うん、まあ、ラリー練習、ボレストとかラリーとか、まあ、玉田さんもそうなんですけどね、うん、基本練習というか基礎練習っていうのを並行してやらないと、うん、そうそう、結局そこを形式でやってるところに持ってけないというか。そうなんですよ、うん、で、まあ、実際その持ってけたとしても、まあ、ミスっちゃうとか、うん、になっちゃうんで、それ活かせないんで。そうやね、だ落ち着いてそこまで行かせてこう持っていくに、やっぱりミス焦らずにミスらない、うん、感覚っていうのをつかまないといけないと思うので、うんうん、結構もう何て言うかね、ラリーをしっかりするっていうのは大事かなと思いますけどね。僕は重要だと思いますよ、うん、僕だって結構有名な人と出たんですけど、はいはいはい、マジで午前中ラリーだけでした。うん、言ってましたね、はい、いや僕もそれを聞いて大学の時とか、はい、その一緒に練習するやつと一緒にずっとラリー練習、クロスラリーずっとやるとかやってましたもん、うん、やっぱそれでやっぱそのクロスラリーの感覚とか、クロスに来たクロスに返す感覚っていうのがつかめるんで、そう、やっぱ試合で実際試合になった時に、うん、なんかこう感覚として残ってるというか、うん、あ、これこの感覚やってなるんで、なりますね、うんうん、打点とかそういう入り方とか、そうそうそう、なるんで、うん、まあよくを言えばそのラリーもちょっと真ん中に戻るようにするとかしてもらったら余計より、うん、まあ、シングルスの練習にもなると思うし、うん、いいと思うんですけど、普通にラリーするだけでもめちゃめちゃいいと思うんですよ。じゃあね、うん、なんか僕のおすすめはね、うん、ちょっとテンポ落としてミス、うん、の少ないラリー、まあそうですね、ちょっと高め通して、そうそうそう、うん、僕と MJ はよくアップとかで、うん、要はこうラリーとかするんですけど、うん、まあ僕ら のレビューの動画とか見てもらったら、うん、ちょっとゆったりこうラリーをしてると思うんですよ、うん、ああいう感覚でいいんで、うん、やってもらえるとそれだけで使えると思うんで、 そうですね、それをまあほんまに100回200回続くぐらいやってもらえると、まあプラスでまあ深さっていうのは意識しながらできるとめっちゃいいと思います。知らないですね、やっぱりその大人になって始めたりとか、
すると、うん、まあ言うたら基礎の部分って抜けてるというか、うん、ジュニアからやってる昔からやってるために比べたら、うん、やっぱりこう劣ってる部分あるじゃないですか、うん、だからそこいうところをやっぱりそういう相手とやった時にラリーになった時にやっぱ先ミスっちゃうとかなると思うんで、うん、そうやね。やっぱりこの MJ の試合を見てると、うん、ラリーの大切さっていうのが僕結構伝わってきて、そうですね、うん、やっぱこう練習不足の時って、うん、はい、ラリーのそのミスが早い、うん、明らかに、うん、もちろん動きが悪いっていうのもあるんですけど、動きも出るよね、うん、手打ちになってることがやっぱ多いんで明らかに、うんうん、だから入り方もバラバラだったりするんで、ね、そこは大事かなと思います。そうやね、はい、僕はね、ちょっと今回負けでしょ、はい、しかもそれがね、ラリーがテンポも早かったし、まあまあまあそうですね、まあちょっとすごい嫌なタイミングの点数をされてしまって、はい、なんかこうラリーの中で全くポイントが取れないっていう感じだったんで、ちょっと反省して、うん、そうですね、思ってちょっとラリーを始めたんです。はい、そうするとこういう感覚に入ったんで、うん、これはちょっとお伝えしときたいなと、うんうん、で当然 MJ の試合を見てるとやっぱりラリー戦でやっぱりこう MJ ってすごいラリーで分かるんですよ、はい、僕、はい、あ今日結構ええわとかもう分かるんでまあまあ、はい、そうですね、今回今大会結構良かったんで、はい、そうですね、うん、でまあ今回のお相手、まあ、一度やったことあるんですよ、そうですね、動画にも、なってるんですけど、うん、まあ、その時は一応勝たせてもらってるんですけど、うんうん、サーブとフォアの威力がすごい、すごいですね、サーブめちゃくちゃ速いんですよ、速いですね、でもまあフォアもやっぱこうグッと構えたらもうエースみたいな感じもあるんですけど、うん、その分結構大きいミスっていうのもまあしてくれるので、そうですね、してくれてたので、うん、まあまあそこで助かってた部分はあるんですけど、うんうんうん、もしそれが全部入ってたらって思うとめちゃめちゃ怖いなとか思いながら、実際ねグッと溜めて打たれてましたから、うん、そうですね、うん、なので結構確かに入れば、うん、やばかった、そうですね、うん、でまあ前半あたりは結構いい感じで進めてたんですけど、うん、まあ気を緩めたっていうわけじゃないんですけど、うんうん、なんかこう流れ的にちょっとこう、うん、なんか なんとなくこう抜けた部分があって、はい、ちょっと今競ってるというか、うん、競りが始めてるかなぐらいの状況になってるんですけど、うん、まあでも言うてその不安はその今大会自体なんか全然入らへんわとか、うん、そういう感覚はあんまなかったので、うん、まあ、落ち着いてやろうかなっていう感じでやってましたけど、やっぱでも構えさせたくないな、まあそうやね、でまあ、ちょいちょい今みたいなそのチャンスのボレーミスったりとか、はい、ちょっと簡単なミスがあると、うん、いくら調子がいいとはいえ流れ的に悪くなったりしやすいので、うん、今のそれで今のも 4-4 になったりとか、はい、ちょっと焦って攻め急いでミスとかにもなったりするんで、うん、やっぱああいう簡単なミスっていうのはもっと減らさないといけない、うんうん、でまあもちろん前に行くのはテーマでもあるんでずっと、うんうんうん、前に行くポイントをもっと増やせれる部分あったかなと思うので、うん、競ったら余計ちょっと出にくくなる部分もあるんで、はい、うん、なるほどって感じですね、うん、最近エサカでも MJ はちょっと前に出るようになってますからね、そうですね、まあでも前に出続けてるおかげでなんか前に行く不安っていうのはあんまなくなってきましたけど、もう慣れてきた、うん、はいはいはい、まあ、慣れっすよね結局は、まあ、結局は慣れやと思うんで、うん、別にできないわけじゃないと思うんですよ、うん、結局慣れの問題なんで、うん、久々にやったらミスっちゃうっていうような感覚だと思うんですよ、ね、やり続けてたらやっぱり、はい、まあ、ミスすることももちろんありますよ、それは誰でもあると思うんですけど、うん、確率は上がっていくはずなんですよ、うん、僕でいうサーブしたらそのままベースダッシュみたいな、師匠は久々みたいなそれ結構致命的じゃないですかでも最近ね、僕がベースラインで、サーブってベースラインにいるじゃないですか。それに驚いてミスしてくることがたまにあるんですよ。逆にミスるみたいな。こうへんのみたいな。燃え来てないやんみたいな。来いよみたいな。なるほどね、うん。でもやっぱりな、ストロークの憧れっていうのはちょっと捨てられる部分もあるが。うん、まあまあまあ。だよね。まあでも、ほんまにちょっと僕は、この負けた分、ちょっと取り返さんとダメなんで。はいはいはい。はい、またちょっと僕は餌があるそうですね、だからね、それはそうですね、うん、
5G もまあまあ今回調子いいで、いやまあそうですね、練習をサボらずに、サボるつもりはないんですけど、うん、あのまあその何仕事の関係で、はい、できる限りはやり続けてたら維持プラスまあ成長していきたいなと思ってますけど、うん、ただこの今大会終わって若干膝痛めるっていう、いやハードでやりすぎたんですね、はいはい、ハードってやっぱ結構膝に負担くるんですよ、ね、それで結構なんか痛いなからずっと痛くて、はいはい、なんかちょっと靭帯伸びてるみたいな言われて、あそうだよ、そうそうそう、で今ちょっと今練習抑えてるんですけど、あまあまあ痛くあんまなくなってきたんで、もうそろそろ再開しようかなって思ってるんですけど、なるほど、うん、まあなんとか6-4で勝ちということで、はい、第4回戦進出なんで、はいはい、次は頑張ってください、頑張ります、ありがとうございました。